さあそしてもう一人のフェラーリドライバーゲルハルト・ベルガーなんですが、昨日の予選2日目で大クラッシュ、これは本当に今宮さんドキッとする、ね、光景だったですよね。そうなんですね、まあ、ジャナレッジのマシンに後ろから、まあ、OK、近づく形というんですかね、はい、フェラーリ勢の同士打ち、このクラッシュには本当に、びっくりしたわけですけれども、はい、まあ、ややアレジンがスローダウンして避けたところにちょうどベルガーがというね、そうなんですよね、まあ、というか本当にこうヒヤッとする場面だったんですけれども、ね、はい、まあ、このような安全設備でですね、ファイアバリアで、マシンは壊れましたけれども、はい、ベルガーの体は、まあ、F1 マシン守られたということになりました。ですから今日のレースもね、元気な姿見られるわけですけれども、そうですね、ただこのレースに入る前から左肘も痛んでいる、まだ完治していない、それも含めて今回のこのトラブルですからね。そうなんですよね、ゲハト今日はやっぱりイタリアグランプリですから、そうですよね、綺麗でいきますね、はい。